ボリス・パステルナークの旧宅、博物館ペレデルキノは、ロシアモスクワ市の南西、ノボモスコーフスキー区にあり、集落の地位を持たないダーチャ地域で、園芸、野菜パートナーシップ、ミツリネの一部である。場所は、ブヌコフスコへ集落の中にあり、鉄道では、ペレデルキノ駅とミツリネ駅の中間にある。1933年、ペレデルキノに、作家村が誕生した。 そこには、ボリス・パステルナーク、コルネー・チコフスキー、ビクトル・ボコフ、エフゲニー・エフトゥシェンコ、アンドレイ・ボズネセンスキー、ブラート・オークジャワ、ベーラーフ・フマドゥーリナなどのロシア文学者が時代を経て、住んだ。1988年、ペデルキノは歴史的、文化的保護区に指定された。この地は、レオンティエフ家所有のペレデルツィー荘園として始まり、次に、ドルゴルコフ系、 サマリン海と所有が移ったが、19世紀に鉄道が開通した後にペレデルキノと改名された。1934年に雇用作家気味のマキシム・ゴーリキーは、ソビエト連邦作家同盟にこの地域を引き渡すことを提案して、数年以内にペレデルキノにドイツ建築風のコテージ約50軒が作家たちによって建設された。ペレデルキノに定住した作家たちには、 ボリス・パステル・ナーク、コルネー・チュコフスキー、アルセニー・タルコフスキーマイナス3人全員がここの、共同墓地に埋葬された、イリア・エレンブルグ、ベニアミン・カベイリン、レオニード・レオーノフ、イリア・イリフ、フセボロド、イバノフ、ニコライ・ザボロツキー、ボリス・ピリニアーク、イリア・ブリック、コンスタンチン・シーモノフ、アレクサンド・ル・ファジェーフ、ミハイル・バフチンがいた。リフ・ネガウスの息子のピアニストの、 スタニスラフネーガウスは、父親が亡くなった後、ペレデルキノで、母親とボリス・パステルナークと一緒に暮らした。トルコの詩人ナーズム・ヒクメットは、ソ連で亡命の初期をペレデルキノで過ごした。最近では、エフゲニー・エフトゥシェンコ、アンドレイ・ボズネセンスキー、ベーラー・フマドゥーリナ、ロベルト・ロジェストベンスキー、ズラブ・セネテリもこの地域に移った。 ヨシフ・スターリンの大粛清時期の最も悪名高い出来事の一つである作家で劇作家のイサーク・バーベリの逮捕は1939年5月15日にペレデルキノで行われた。その後、バーベリは自動車でルビアンカ刑務所に連行され拷問を受け内務人民委員部に銃殺された。ミハイル・ブルガコフが書いたペレルイギノはおそらくペレデルキノのことである。しかし、 ブルガコフは、彼のペレルイギノは、他の作家たちのダーチャ地域があった場所、モスクワ北東郊外のボルシェボノクリアー島としている。個地域は、ジョンルカレのスパイ小説、ロシアハウスでも取り上げられている。1988年、チュコフスキーとパステルナークのコテージは記念の家となり、ペルデルキノの地域は、歴史的、文化的保護区に指定された。10年後、 ブラート・オクジャワのダーチャも博物館として一般公開された。ソ連の崩壊後、ペレデルキノは、ロシアの新興財閥の人たちに引き継がれて、多くの新しいマンションが近くのノボペレデルキノ地区に建設された。2005年現在、ペレデルキノの最も顕著な居住者はモスクワ及び、全ロシアの総主教アレクシー二世であった。ルキノの夏の邸宅は、19世紀に建てられた。 旧世主の変容協会に隣接している。アレクシー2世は2008年12月5日に、そこで亡くなった。現在ペデルキノと呼ばれる地域は、3つの行政単位に、分かれている。東部は、モスクワ西行政区の管轄区域に、北西部は、モスクワ州、オディンツオフスキー地区の管轄区域に、南西部は、モスクワ州、レニンスキー地区の管轄区域に属している。 ペルデルスキの共同墓地があり、そこに、ボリス・パステルナーク、コルネー・ジュコフスキーなど多くのロシア文学者が眠る。ありがとうございます。